こんにちは、シグナルフラッグ Z です。今回は MPV プレイヤーやその派生の MPV.net プレイヤーで使うと便利なオーディオフィルターを紹介します。MPV プレイヤーは FFmpeg のフィルターが使えます。その中のオーディオフィルターで普段使うと便利なフィルターをピックアップしてみます。 MPV プレイヤーの派生版の MPV.net プレイヤーでの設定方法を紹介します。 Android スマートフォンなら MPV Android で使えます。一つ目はラウドノームフィルターです。音量のラウドネス調整をしてくれます。大きすぎる音、小さすぎる音を適切な音量に修正してくれます。テレビや YouTube の音にもかかっています。mpv.conf ファイルにこのように書きます。場所はプロファイルの前、鍵括弧の前の行に書きます。af はオーディオフィルターのこと。アットマークでフィルターに名前をつけています。最後は libav フィルターのラウドノームを呼び出しています。フィルターの効果を聞いてもらいたいのですが、 YouTube へアップした時点でこれと同じフィルターが効いてしまいます。ラウドノームフィルターを有効にします。 YouTube で二重にフィルターがかかっていることになります。次はソファライザーです。ソファライザーは頭部伝達関数、ヘッドリレイティドトランスファーファンクションを使ってバイノーラル音声に変換します。ヘッドホンで聞くと頭の中ではなく外側に音源があるかのように聞こえます。ソファライザーには HRTF が入ったソファファイルが必要です。研究用のソファファイルが公開されています。ファイルは仕様が異なるバージョンがいくつかあります。このビデオ作成時ではソファ 1.0 になっています。古い仕様のソファファイルは互換性がないので注意しましょう。ファイルのデータベースがこちらからたどれます。データベースをクリックすると開きます。いろいろな研究機関のデータがまとまっています。ライセンスは研究機関ごとに異なるので確認が必要です。このページのソファライザーのサンプルに従って設定してみます。エグザンプルではこのファイルを使うようです。先ほどのデータベースにあるはずですね。クラブフリッツ、これですね。これの6をダウンロードします。あれ？リンクを保存。ダウンロードしたファイルを適当なフォルダーに置きましょう。 mpv.conf ファイルにはこのように書きます。ソファファイルにはフルパスを指定します。エスケープ記号が必要です。間違えないようにしてください。最後に原因調整をしています。音源によっては変換時に最大音量を超えてしまうことがあるからです。Thank you.
ちょっとこのファイルでは違いが分かりませんね。頭部伝達関数は頭の形、耳の形に依存した関数です。一人一人違います。自分の頭の形に合った頭部伝達関数が見つかれば効果的なんだと思います。公開されているファイルをいろいろ試して自分の頭の形に合ったものを探すしかありません。今回のビデオはここまで。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いします。